まただこんなん出ました。超うまそうなんですけど、もやし、え、鶏、え、何やったかいな、わかり、はい、いただきます。まあとにかくいつもと違うのは卵を入れたいうことやね。呼ばれます。味に保証はなし。ん？ん？ん？うまいかも。過去一うまいかも。え？なんでこんなおいしいん？卵？なんでこんなおいしいん？めちゃくちゃうまい。自分が作ったとは思えん。こんが、唇噛んだ。
過ぎた。ちょっとゆっくり言われます。ゆっくり言います。はい、ごちそうさまでした。美味しすぎました。人生自炊史上初というか最高の美味しさでした。大層なということで、マジ美味しかった。ほんまに卵やね、卵神やね。美味しかった。ほんまお店屋さんの味やった、ね、びっくりしすぎた。けど野菜炒めに卵なんか入れてるお店あるんかな。あるやろね。これひらめくいうことはどっかで食べたことがあるいうことやもんね。っていうことですわ。ほんま美味しかった。もうそれだけ。もう今日はもう何も忘れた。もうそれだけ。とにかくうまかった。うまかったの一言。感動しすぎた。っていうかここまたええか。なんか読まれた。あ、そうそう。今日実はちょっと歩いてきてますね。またね。長井公園っていうか何歩こうじゃないわ。減量しよう思ったね。きっかけは体重がね79キロ台ぐらいにいってもうてね、これあかんわ思って、もうちょっと最近一ビってもうお菓子ポリ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 食うてしとった。ほんまもう一気に超えてきたわ思って、ほんであかんわ思ってやって、ほんでもう間食全く食べんようにして、でちょっと運動もしてってやって、今日ねそれ始めて丸2日かな、丸2日目の今の朝いうか昼なんですけど、歩いて行ってね、ほんでこのご飯食べる前にお風呂入って、ほんで体重測ったらね2キロ減ってました。えらいもんで2日で2キロ、ね、びっくりしました、はい。まあ、そんなこっちゃでね、今だから77ぐらいやったかな、測って。だからすっぽんぽんで77ぐらいやったんでね、今まで多分ちょっと前まですっぽんぽんやったら 76. 点なんぼとか 75. 点なんぼとかやってね、だからまあ、せめて75ぐらいまではへしたいかな。ね。まあ、あわよくば70まで、また頑張ってもまたどうせ戻るしね。だから、まあまあいっぺん、もうちょこっとだけ、はい、頑張ろうかなと思ってます。はい。ということで、今日は以上。もうただただ美味しかっただけで、何もかも忘れました。はい。では以上です。いつもありがとうございます。失礼いたします。バイならバイチャ。チャンネル登録お願いします。